にちは。いつもは鉄道関係の動画をオープンしていますが、今回は船の旅のお話です。今回は岡山県の笠岡港から船を乗り継いで香川県の多度津港を目指します。まずは途中の真鍋島まで向かうこのニュー笠岡海上線です。笠岡と多度津島、島々を巡りながら結ぶルートは、島の人たちの足となると同時に、かつては本州と四国とを結ぶ役割も担っていました。しかしながら瀬戸大橋の開通後は本市連絡の役割を終え、航路は分断されてしまいました。現在は週1往復だけ岡山と香川の県境をまたぐ船が運航されていて、かろうじてかつての航路の面影をとどめています。この日は笠岡で20名ほどが乗船しました。25分ほどで最初の島、白石島に到着。この島では女子高生一人が下船しました。白石島の次の寄港地は北木島。笠岡諸島では最も大きな島です。ここでは7人ほどが船を後にしました。そしてこの船の終点となる真鍋島、最初の2つの島へはフェリーも運航されていますが、この島へは旅客船のみの運航で、多くはこの島への乗客だったようです。真鍋島は周囲 7.6km ほどの小さな島、フェリーが来ない島なので、島内にはナンバーのない軽トラが数台いるだけで、車はほとんどいません。代わりに島の道路を闊歩するのがこの島に暮らす猫たちです。最初の旅客船が到着したのはこの島の中心の本浦集落。次に乗る船はこの島の北側、岩坪集落の港から出ています。ウプ主は島の景色を楽しみながら岩坪集落へ移動しました。港にはこじんまりとした待合室があったので、ここでジュースを飲みながら一服と思ったのですが、ここでコーラを買ったら8切れんばかりのあったかーいコーラが、これは何かのフラグではと嫌な予感がしていたところ、切符売り場のおばあちゃんが、四国方面の船が今日は来るのか来ないのかわからないとか言い出すので、一気に不安のどん底に突き落とされました。何のことはない、船は定刻通りやってきて一安心。週に1往復のみの運航なので、
島の人にも、その程度の認知度なんでしょうね。ここから、県境を越えて、香川県の島、さなぎ島へ渡ります。この船に乗り込んだのは、うぷ主と連れと、ご婦人一人。船内はほぼ、貸し切り状態です。船の後部には、他族へ送られる、荷物が置かれていました。このような、荷物の輸送も、離島航路の大事な役割の一つです。切符は、車内補充券ならぬ、船内補充券を発行してもらいました。10分ほどで、この船の終点、さなぎ島に到着です。さなぎ島は、真鍋島よりさらに小さい、周囲 6.6km ほどの島。この島も、たくさんの野良猫たちが、のんびりと暮らしています。この島の猫たちは、人によく慣れていて、手を差し出すと、すぐに集まってきます。猫と戯れていたら、あっという間に、日が暮れ始めました。次の船が、タドツへ向かう、最終便。うぷ主は、名残惜しさを感じながらも、港へと向かいました。この船で、今日最後の船の旅に出発です。海辺では、島の猫たちが、私たちを見送ってくれました。最後の寄港地、高見島を過ぎ、多度津に着く頃には、もう外は真っ暗でした。
原多読まで、島々を巡った旅も、ここでおしまいです。瀬戸内海に浮かぶ、小さな島。そこには、島の生活を支える、連絡船と、島の人々の暮らしに寄り添う、猫たちの姿がありました。穏やかな海と空と、心地よい潮風。ゆっくりと流れる、島の時間を満喫した、ある秋の日の、一日でした。